ルスラン・ゴンチャロフは、現ウクライナ出身の、男性フィギュアスケートアイスダンス選手。2006年トリノオリンピックアイスダンス銅メダリスト。パートナーは、妻でもあるエレーナ・ナグルシナ。ウクライナ語では、ルスラン・ムイコラー・ヨビチ・ホンチャロフ。1973年、ウクライナソビエト社会主義共和国のオデッサに生まれる。6歳の時にスケートを始め。 最初にエレオノラ・グリンサイアとカップルを結成した。グリンサイアとは1シーズン活動を共にしたが、グリンサイアに健康上の問題が発生しカップルは解散する。1990年、エレーナ・グルシナとカップル結成。ソビエト連邦崩壊後はウクライナ所属選手として活動を始めた。1993から1994年シーズンにはウクライナ選手権で3位となり、 1994年世界選手権代表に初選出された。千葉で開催された1994年世界選手権では18位に終わる。1994から1995年シーズンにはウクライナ選手権で2位となり、欧州選手権にも出場を果たし、1995年にはパートナーであるエレーナ・グルシナと結婚。 1995から1996年シーズンからは ISU グランプリシリーズにも参戦。しかし、主要国際大会では表彰台に上ることすらなかった。1998年長野オリンピックに出場し15位。1999年スケートカナダで ISU グランプリシリーズ初表彰台の2位となる。2001から2002年シーズンにはロシア杯で3位。 ウクライナ選手権でも2度目の優勝を果たした。2002年、2度目のオリンピックとなったソルトレークシティオリンピックでは9位に終わったが、1998年世界選手権では自己最高位の6位入賞を果たした。2002から2003年シーズンには ISU グランプリシリーズの3大会で連続優勝を飾り、GP ファイナルへも初進出を果たし、 翌2003から2004年シーズンには2004年欧州選手権で初表彰台となる3位2005年世界選手権ではウクライナアイスダンス史上初のメダル獲得となる3位となったトリノオリンピックを控えた2005から2006年シーズンには GP ファイナルで2位となり迎えたトリノオリンピックで銅メダルを獲得オリンピック直後にプロ転向。ウクライナゴラテン本ン ルスランゴンチャーブ、ありがとうございます。